チョコケです。ありがとうございます。お疲れ様でした。本日のワルの撮影も終了しました。お疲れ様でした。ということで、じゃん。お仕事の後のお酒は美味しいですよね。私もお酒飲むの好きなんですけど、お家でハイボールがお気に入りです。ウイスキーってこんなに飲みやすいんだっていう新発見だし、あとなんといっても手軽に作れるのがいいですよね。マリリンもお酒大好きなの皆さん知ってますよね。だから一緒になってハイボール飲みながらワル楽しんでいただけると嬉しいです。できた。みおちゃんお疲れ様です。お疲れ様です。第2話で人事部員の春田すみれ役で出演してくださった石川蓮さんです。今日はですね、蓮さんに仕事終わりの楽しみを一つ教えたいと思います。蓮さんはキリンリク知ってますか？ウイスキー普段お家で飲まれます？いや、ウイスキーはね、あんまり家で飲まないですね。じゃあぜひハイボールを作って飲んでみてください。このくらいかな。うん、いい音。混ぜまして、できました。イエーイ。早速、はい、はい、いただきます。飲みやすいですよね。レンさん絶対気に入ると思ったんで一度飲んでみてほしかったんです。本当に美味しいです。ウイスキーって思ったより手軽でいいと思いません？うん、みおちゃんが本当にウイスキー好きなの伝わってきました。では、はい、改めて、はい、乾杯。はい。うーん、美味しい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。